6月30日、中国共産党中共の国立交渉規律検査委員会によると、北大郊食糧集団有限公司の幹事会元会長の木翔一が、懲戒審査と監視調査を受けました。6月29日、石講省食糧集団有限公司の元当初期で、会長兼総経理である白安民が調査されました。 6月24日、中国備蓄食料管理集団有限講師は、中著領厚生分講師の元副社長、張東昌、中著領両令分講師の元党委員会常務委員兼副社長、孫立国、中著領生徒分講師の元党委上委副社長、党上優、中著領湖南分講師の元党委員会常務委員兼副社長、張従営の4名を一度に懲戒処分としました。 6月23日、中毛料集団講師元党員で元副社長、上報議は党からの除名や公職からの解任など懲戒処分を受けましたが、今年1月23日にすでに失脚していました。6月20日、中毛料備蓄運送有限講師の党委員会常務委員で副社長、佐久学君が調査されました。6月15日、中共国家食料と物資備蓄局の 元党組織初期検局長の蝶無法が調査されました。また長は第19回中央規律検査委員会の中で最初に失脚しました。5月31日は両年省・キー会員は3名の食料部門の幹部を調査し、食料購買販売分野で9つの典型的な汚職事件に関わっていたと報じました。5月27日、 河南省中原石油天然ガス集団有限講師の当初期県会長の劉文信が調査を受けました。劉はこれまで低収穀物卸売市場で勤務していましたが、2019年5月に河南省中原石油天然ガス集団に移籍していました。中京官営メディア法治国家日報は5月21日、 中央規律検査委員会国家監督管理委員会のホームページを調べた結果、過去半年間に食料購買販売分野で典型的な汚職事例が59件掲載されました。一部の食料倉庫の積素も名指しされました。今年に入ってから中著料集団行使内部では他にも多くの人物が調査を受けています。 3月11日、中著料担当直属倉庫有限講師の元所長、郝仁藤。財務課課長、王邦鎮と中著料憲兵直属庫有限講師購買販売企画課課長、風大会が調査を受けました。4月1日、中著料管理集団有限講師、暗記省文工指導委員会常務委員で副社長の郝軍が調査、観察を受けています。 上遊新聞6月12日付の不完全な統計によると、全国で少なくとも7人の昇級食糧企業の責任者と、7人の元責任者、または元局員が調査対象となり、石膏、復権、暗記、両寧、河北、国流行、賛成、構想、正解などの章に及んでいると報じました。 失脚した多くの官僚の腐敗ぶりは様々です。主要な手段は回転穀物、空気穀物、オーバーフロー穀物、損失穀物、価格差穀物、高能穀物などです。中京官営メディアによる特集では、高訴訟犠牲死で腐敗の崩壊が発生し、15カ所の末端穀物貯蔵庫で責任者14人が調査を受けていると報じました。 2016年から2019年にかけて20回以上12カ所の穀物貯蔵庫は回転穀物に関与していたと指摘しました。また、犠牲士食料局や総合食料購買販売行使も回転穀物に関わっていました。いわゆる回転穀物とは、備蓄穀物は定期的に入れ替えする必要があり、古い穀物を売り、新しい穀物を購入することを意味します。 一部の穀物倉庫は購入販売を偽り、古い穀物を安く売り出し、それを新しい穀物として高い価格で買い戻すことで、補助金を騙し取り、個人の懐に入れていたのです。中京関営メディア放置国家日報は、河南農業大学政策法規弁公室副主任の張資料教授の話を引用し、 実際には古い穀物を安値で買い取り、それを新穀物として高い購買価格に改ざんし、新穀物として古い穀物を入荷し、穀物の不当表示、偽りの販売金額を報告する。穀物は金儲けの道具にされ、回転穀物を利用して丸儲けをする。 こうした公式のビジネスの共謀、権力と金の取引、内外の癒着、横領、権力の乱用などの問題は、食料調達、販売の現場の制度の欠如は露呈しています。注目すべき点は、最近の食料部門の汚職に対する取り締まりの背景は、中京による大規模な食料輸入です。 昨年中京が穀物の方策を宣伝する一方で、中国の穀物輸入量は過去最高を記録しました。昨年12月22日、日本経済新聞中国語サイトは、アメリカ農務省の統計を引用し、中国はトウモロコシなど世界の主要食料の半分以上を備蓄していると報じました。 当時、アメリカ農務省の予測を引用すると、2022年前半の世界の穀物在庫に占める中国のシェアは、トウモロコシ69%、白米60%、小麦51%で、いずれも過去10年間でそれぞれ20%増加していることが分かりました。 中共の穀物大量買い占めに対して中国穀物業界で20年以上の経験を持つ時事評論家の張立伝氏は大紀元に対し輸入穀物の数量は改ざんできないため中国の記録的な食料輸入は中共の主張する方策が嘘であることを証明しているもし方策ならこんなに食料を輸入する必要はないだろうと述べました 調子によると、毛沢東の時代から早くも戦争と基金に備えよと言っており、現在も同じように国内の食料生産不足を補い、中国の国内食料需要に応えるために大量の食料を輸入しています。一方、中共は現在、アメリカとその同盟国から四面楚歌の状態にあり、アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリアはいずれも中国にとって主要な食料輸入先です。 中共国家食糧物資備蓄局食糧備蓄局局長の新玉君は昨年11月の記者会見で中国の総穀物在庫は歴史的な高水準で日々は1年半の消費需要を満たしており穀物の供給に問題はないと述べましたしかし中共の国有企業や地方の食糧企業は在庫を空にしたり在庫を偽ったり数多くの法律違反をしてきました 食料業界の腐敗がたびたび発覚し、中共が奪った食料を守れるかどうかは考えさせられます。中国ソーシャルメディア、自局観察員の6月30日付記事には、ここ数年、中朝料本部や全国各地の文工士の責任者、直属貯蔵庫責任者が次々と失脚し、衝撃的です。食料の安全が大きな脅威にさらされているとありました。 時事評論家の李林一氏は大紀元の取材に対して、第20回党大会前、習近平は政権の安全をより重視しており、食料システムと金融システムの2つの分野で最近多くの官僚が失脚しました。当局が迅速に対応したことは非常に珍しく、問題の深刻さを示しています。 近年、世界は深刻な気候変動、干ばつや洪水の頻発を経験し、疫病により世界のサプライチェーンは混乱しました。ロシアのウクライナ侵攻は状況をさらに悪化させました。 この二大穀物輸出国間の戦争により、トウモロコシ、小麦、大麦、ひまわり油の価格が相次いで高騰し、中国は穀物の大量備蓄をはじめ、世界的な分配の不均一問題をさらに悪化させています。ウクライナ・ロシア戦争前から中国はすでに穀物の備蓄をし始め、実際中国の国家食料物資備蓄局は2020年の早い段階で、 疫病などの要因が中国の食料安全保障に前例のない圧力をもたらし、不作による中国の穀物収穫の減収問題を表面化させたと認めています。2021年までに中国は公式に穀物を備蓄するだけでなく、国民に野菜、油類、鶏肉などの生活必需品の備蓄を促すよう、地方政府に対して通知を出しました。 今年ウクライナ戦争が勃発したことを受け、習近平も3月に中国を地政学的リスクなどの外的要因に影響を受けないよう、食料安全保障の重要性を改めて強調しました。中国は世界の半分の食料を備蓄しており、人口は18%に過ぎないことから、 この政策は単に中国人を養うためだけのものではないことを示しています。今日の著しく偏った市場価格を安定させるために、中国が過剰な穀物在庫を放出して価格を安定させるのではなく、穀物の備蓄を続け、特に一帯一路沿線国の穀物や油産業など、これまでの海外食料事業の成果さえも享受しているのです。 各界からの批判が相次ぐ一方で、食料を買いだめして世界の食料価格をコントロールし、世界での影響力を高めようとする中国の動機について疑わざるを得ません。中国が世界の超大国になるためには、食料のライフラインを外国の手に委ねるわけにはいきません。しかし、中国は世界最大のトウモロコシと大豆の輸入国であり、小麦の輸入国としてもトップクラスです。習近平が、 中国人の茶碗には中国産の食料で満たさなければならないと主張するのはまさにこのためです。今週に開催される第20回党大会は習近平の今後の政治生命に関わる重要な大会であり、手に食料あれば安心は中共が安定を維持するための最優先事項であることは明らかです。 中国の戦略的穀物備蓄の結果、世界、特に貧困国が苦しむことになります。国連食糧農業機関の6月の報告によると、世界の穀物生産量は今年4年ぶりに減少し、発展途上国は全体として穀物、油と食肉の輸入を減らしており、これらの国々が価格上昇に対応できないことを反映しています。 国連は食料輸入国が国際価格の高騰に対応することが困難になっていることから、これは食料安全保障に対する大きな警告であると強調しています。このような状況の中、輸入食料に頼っている多くの貧困国は高い食料価格を支払っているだけでなく、輸入食料も以前より少なくなっています。国連食料農業機関は深刻な財政・経済危機に直面しているレバノンのように、 政治的混乱に巻き込まれた国が食料価格の高騰によって社会不安を悪化させることを懸念しています。国際連合食料農業機関のエコノミストであるアブドルレザ・アバシアン氏がウォールストリートジャーナルに豊かな国々はアフリカ、ラテンアメリカ、アジアでの混乱に備えるよう語りました。食料価格の高騰の原因の一つとして中国が挙げられています。 フランス通信社によると、原材料を専門とする社会経済学者のフィリップ・シャルミン氏は昨年、現在の食料価格の高騰に助長しているのはまさに中国であると明言したそうです。実際、中国の食料調達は、もはや単なる国内政策ではなく、国境を越えた意味合いを持っています。 そして今、ウクライナ戦争と疫病の蔓延により、増大する食料危機は世界的に月が回ってきそうな気配です。